はい、じゃあ今出発して400キロぐらい走ってきてウィントンという町に着きました。でガソリンも入れてちょっと休憩してまた出発しようと思うんですけど、もうハエがやばいですね。もう400キロぐらい内陸に来ただけでもうめちゃめちゃ顔にハエが止まるぐらいもうハエが多くて、もうこれからどんどん西行くにつれて増えていくんじゃないかなと思うんでちょっと心配なんですけど、まあ帽子買ったりとかハエ対策ちょっと後からしたいなと思います。で、まあこれからちょっと休憩したらあと400キロぐらいまた進んで今日の目的地、確かマウントアイザっていうところのちょっと手前のキャンプ地に行くんですけど、まあそこまであと400キロ、まあ多分4時間ぐらいかかると思うんですけど、まあまた頑張って運転したいなと思います。はい、じゃあ820キロ走ってきて、でここ目的地の、コレラダムっていうところに着きました。でここはマウントアイザーからまあ100キロ弱ぐらい離れてて、で、まあ、マウントアイザーにも明日すぐ行けるような距離なんですけど、まあ、ダムで水辺っていうことでちょっとここ選んでみて来てみたら、まあ、見ての通り他にもキャンパーがすごいんで、なんでかって言うと、もうこのダムがめちゃめちゃ綺麗なんで、まあこれでこのキャンプ場がちょっと人気なんじゃないかなと思います。で、まあ、今から、まあ、せっかくこんなに綺麗なんでちょっと写真撮って、でそれからまた、今日の夜のご飯の準備して、で食べて、で、まあ、せっかく水辺なんで夜、まあ、星空も撮っていきたいなと思ってるんで、そっちもまあ、夜になって暗くなってきたらまたやっていこうと思います。じゃあちょっと準備するんで。Thank you.
つなげるプロ。つなげないでもらっていいですか？